なかなか見えなかったな、やっと大阪落ち着いてきたのかな、はい、とは思いますけど、センター打ち上げてセンター下がっていきますが、笹川は落下点です。ウォーニングトラックの前までボールが飛んでいます。ワンアウト。獲得できたのは自分にとってもとてもサプライズで嬉しいんだと、はい、ですから取れるものならという話もありました。なるほどね、一塁はセーフになりました。両チームになってますよ。あ、ここで最後チェンジアップでしょうか。チェンジアップですね、でも思ってましたね、ここは速い球、スイングアウト。いやもう、はい、チームの中でね、うん、セカンドグラブトス、一塁に送って463。牧原ダウンズのこの入間コンビも今警戒でしたね。そうでしたね、はい、2回の表バファローズランナー出したんですが0点です。ゲームは2回の表終わっています。本当このスタメンを見てみると、うん、昨年のオリックスからしたら全然違う人ばっかしなんで、ね、今 1.91 まで下がってきました。いやもうそれはね、はい、取りたいですよ、ここまで来たんですか。シーズン終盤、この今ランナースタート切って2塁送る、鳥取はアウトになりました。セデーニョがいて頑張ってくれてますもんね、ライトの前、ライト突っ込んでダイレクトボール取っています。もらいたいとのことです、うん、ライナータッチして、いやタッチはできませんでしたが、いやアウトになりましたね。アウトですね。中盤5回の表、先頭バッター紅林、初球打ってサードゴロです。栗原一塁送球ワンアウトですよね、ですからやっぱり胸の難しさっていうのはここにありますよね。ダウンズが軽快にさばき、最後は高めのまっすぐを振らせました。北三振でスリーアウト。この5回はバファローズは三者凡退0点。ゲームは5回の表終わって両チーム無得点です。